先生、はい、よろしくお願いします、はい、この4年間でマニフェストにも書いてない FTA、はい、これを今の政府はバンバン進めましたね。そうですね。オーストラリア、そうですね。これはどういうことでしょうか。はい、オーストラリアとの FTA 経済連携協定を進めています、はい、でこれはもともとですね、私たちも非常に慎重にするべきだということですね。というのは農産物の自由化につながりかねないというところがやはりやっぱりあるので、はい、そこは担保できるのかということを私たちしっかり申し上げる、はい、それで政府もある意味脇を締めてやってるというのが今の現状だと思います。そうですね、はい、FTA を結んだからといって全ての産品、全ての農産物が自由化されるというのはこれは全くの誤解ですね。そうですね、今回私たちがマニフェストに、日米貿易協定を締結するということ、まあ、推進するという文言に変えましたよね、はい、そういうことを書いたことに対して、それで農産物は自由化されるという誤った決め打ちをして、そのことだけを取り上げて誤った認識を世の中に広めるというようなことをされましたけれども、自由貿易協定を議論する際に農産物等をはじめ国にとっての例外措置を入れた上で自由貿易協定の議論をするのは各国共通のことです。そうですね、はい、それをなしにありえないことなので、そこは誤解を広めないようにしなきゃいけない。そうです、はい、中にはもう民主党は関税を撤廃するんだと、農産物の関税までなくすんだっていう人たちまでいて、だから本当にその私は選挙っていうのは正しい情報を国民にお伝えして初めて選挙になると思います。いくら対立政党の政策だからって間違ったことを言うっていうのはよくありませんし、特によその国に対しても間違ったイメージを出してしまいます。私たちはまさに農業の自給率、食料の自給率、農家を守り農村を守る、そのことが基本ですから、 FTA 交渉の中で農産物を除外するというのは当たり前のことですよね。そうですね、私たちは今原口先生がおっしゃったように、日本の中で農業をきちんと行って食の安全安心を守っていくというのが大前提なんですよ。そうです。ですからどこの国と貿易協定を進めるにしても、農産物が国内で作られるような体制を守った上でやるというのは当然のことであって、まあ、それは絶対に進めていく固い決意。そうですね、はい、よその国とさまざまな契約をするからといって、それが全て無条件の契約なんていうのはないわけで、むしろ私たちは農家の個別所得保障政策をやって今 3.数兆円、それをする権利があるわけで、これを WTO 違反なんていうことを言ってる、緑桁だ黄色桁だってした方話がありましたけど、自分の国の政策を黄色なんて言ってること自体が、そもそも最初から敗北主義だと僕は思うんです。そうですね、いかがでしょうか。やはりWTO のルールの中において、日本は非常にある意味弱腰の交渉をしてきたと思います、ね、で国際交渉をある意味受け入れざるを得ないような、形で日本の農業を非常に押し込む形での交渉だと思います。日本の国益を述べに述べていくのが国際交渉の正しい姿です。そうですね、で、そのために世界から孤立するなんてありえません。ありえない。国際交渉の場においてはどこの国でも自国の利益を主張します。先般去年の夏に、WTO の交渉が決定した際、アメリカとインドが主張をし合った結果決定しました、うん、あのあとインドが主張をし合ったが上に決裂したことの責任を問われますでしょうか。そう、誰も問われない、誰も問われない。国益を主張する、これは当然なんです。そうです、はい、大口先生は国際機関 IMF に行かれて、まさに世界のルールをめぐる競争の真っ只中におられました。自分たちがそこで戦わないからといって、まさにいろんな契約をする、締結をする、そんなことにまで弱腰になる必要は全くない。やはり攻めの外交をしたいですよ ね、 そうですね。攻めの外交をするということは何かというと、何を守るか、自分たちは何を守りたいと思っているかということを明確に相手に知らせることなんです。それさえ分からずにデマゴーグを流すというのはまさに恥の上塗りだと言わざるを得ないと思います。そうです ね、 そうですね。特に、まあ、今は与党は先ほど冒頭おっしゃったように日豪経済連携協定を進めてますけども、はい、オーストラリアの方が農業的にはアメリカより日本にとっては脅威かもしれません。というのはアメリカの農家1カあたりの平均面積は200ヘクタール、はい、しかしオーストラリアは3000ヘクタール。そうです。そこと競争していく貿易協定を今政府がやっているわけです、うん、ですからオーストラリアと自由貿易協定の議論ができるんであれば、
なぜ日米だけそれだけ取り出さなきゃならないのか、これは本当にデマゴーグじゃないか。そうですね、私思います。はい、オーストラリアの方が農産物も全部例外にしないんだったら、はるかに日本には大きな影響があります。米の問題だってそうですね、小麦だって牛肉もそうです。はい、皆さん、間違ったデマゴーグに絶対に振り回されないでください。政治を改革して頑張りましょう。頑張りましょう。